俺たちのジャパンへようこそ。皆さんは情報を入手する際、どのようなメディアを利用されますか？テレビや新聞といった昔からあるメディアの他に、現代ではインターネットなどを通じてとてつもなく多くの情報があふれています。中には真偽のほどが疑わしいものや、明らかにフェイクだと思われるものなど、意図的に誤解を招くような情報もありますよね。しかしながら、さすがにテレビのニュースともなると信じてしまう人が多いのではないでしょうか。今回のエピソードでは、韓国のテレビ局から流された情報を信じ込んでいた韓国人が登場しますが、外国人にその情報の信憑性について指摘されてしまいます。テレビ局から流れてきたニュースを信じて疑うことのなかった韓国人はどのような反応をするのでしょうか。どうぞぜひ最後までご覧ください。僕の名前はパク。韓国の一流大学に通っている学生だ。今僕の頭の中は激しく混乱している。これまでの人生で正しいと信じてきた全てのことが疑わしく思えてきたんだ。何が正しいことで何が間違っているのか、僕にはもう判断ができないよ。僕は幼い頃から有名大学に入学することを目標に勉学に励んできた。いい大学に入れば明るい将来が切り開ける、そう信じて頑張ってきたんだ。遊びたいことを我慢して、やりたかったことを諦めて、一生懸命勉強した。受験で失敗することは人生の失敗と同じだ、そう言われて生きてきたからね。厳しい受験戦争を勝ち抜いてようやく大学に入学した。入学してからも教えられたことをしっかりと吸収して、卒業まであと1年だ。これでようやく勝者のレールに乗ることができる。僕の成功は約束されたようなものだ、そう信じていたのにあんまりだよ。僕は韓国という国が世界のトップを走っていると思っていた。韓国の経済が世界に大きな影響を与えている、そう信じていたんだ。近い将来、韓国が中心になって世界は回り始める、そんな未来に僕の胸は高鳴っていた。いや、すでに韓国はどの分野においても世界の中心にいる、そんな気にすらなっていた。だって韓国のメディアはそう報じていたからね。例えば文化、韓国の映画パラサイト半地下の家族はアカデミー賞作品賞を受賞したよね。英語以外の作品が作品賞を受賞したのは初めてのことなんだ。これって快挙だよね。世界中に誇れるすごいことだと思うんだ。ドラマだってそうだよ。愛の不時着にイテウォンクラス、他にも多くの作品が海外で大ヒットしているそうじゃないか。音楽だって韓国の音楽界は世界をリードしている。 BTS は世界中から注目されているだけではなく、国連でスピーチまでしたんだ。これだってすごいことだろう。日本のアーティストにはそんな人いないよね。スポーツもそうだよ。オリンピックのメダル獲得数やサッカーワールドカップでの実績、それにプロゴルフだって女子に関しては世界をリードしているのは韓国なんだ。スポーツ界は韓国抜きには語れないはずだ。経済だってしかりだよ。僕は韓国の国内で伝えられている情報を見聞きして、世界を牽引しているのは韓国だって確信している。世界中の多くの国が韓国に憧れている、そう信じて疑わなかったんだ。それなのにある日、全く違う現実を僕は知らされた。海外の人へ向かってそんなことを言ったら恥をかくから口にするべきではない、そんなことを僕は言われたんだ。僕にそう言ったのはいとこのミンジーだった。彼女はオーストラリア国籍を持っている韓国系オーストラリア人だ。僕のおじさんは大学卒業後すぐにオーストラリアへ移住した。オーストラリアで仕事を見つけ、やがてオーストラリア人の女性と結婚、そして生まれたのがミンジーってわけだ。だから彼女は生まれも育ちもオーストラリアだけど、
おじさんの母国が韓国だから頻繁に韓国へやってくる。そういう時ミンジーは韓国語で会話をするんだ。だけどオーストラリアでは英語を使っているから頭の中で考える時は英語らしい。だから韓国語がおかしな言葉になることがある。そのいとこのミンジーが先月韓国にやってきた。ミンジーと会ったのは久しぶりだった。ミンジーは僕よりも5つ年上でオーストラリアの新聞社で働いている。今回韓国へやってきたのは取材を兼ねてのことだそうだ。僕とミンジーはソウルのカフェで会った。僕はコーヒー、彼女は生姜蜂蜜ラテをオーダーした。窓際の席に座って通りを歩く人を眺めながらお互いの近況を語り合った。ミンジーは一人っ子の僕にとってお姉さんのような存在だ。だから彼女と接している時間はとても楽しい。僕が来年卒業することを伝えると彼女は卒業したら何を目指しているのかと聞いてきた。まだ僕は何を目指すのか明確には決めていなかった。だけど就職先についての不安なんか全然なかった。だって僕の大学は韓国でトップクラスだからいくらだって選択肢はあると思っていたんだ。こんなことを話していたらミンジーが僕のことがすごく心配だって言うんだ。だから僕は言った。心配なんかいらないよってね。だって韓国の経済は右肩上がりだし GDP だって日本を抜くほどに成長している。失業率の低さも世界でトップクラスだから有名大学に進学した僕にしてみたら明るい未来しか見えてこない。自信を持ってそう言ったんだ。ミンジーは少し眉間にシワを寄せて僕の話を聞いていた。僕の話が進むにつれてミンジーの表情が険しくなっていくのが分かったよ。明るい将来の話をしているのにどうして彼女はそんなに難しい顔をしているのだろうと僕は不思議に思った。一通り僕の話が終わるとミンジーは生姜蜂蜜ラテを口に含んで姿勢を正してからそれまでとは違う口調で僕に質問を投げかけてきた。パク、あなたはその情報をどこから入手したの？彼女はそう言った。これはテレビのニュースで聞いた情報だよ。だから間違いない。僕はそう言ったんだ。そうしたらミンジーが険しい顔で話し始めた。ミンジーは僕が信じ込んでいる情報に誤りがあると言うんだ。客観的に見て韓国の経済状況は好調とは言い難いってミンジーは言った。どれだけひいき目に見たところで横ばいというのが精一杯なんだって。横ばいどころか減速していると見る方が妥当だって言うんだよ。僕は言ったんだ。そんなはずはない。韓国は GDP で日本を抜いたんだよって。オーストラリアにいるからミンジーは知らないんだ。そう思ったからね。だけどミンジーは冷静に言った。韓国の GDP が日本を抜いたという解釈は間違っているわよって。ミンジーの説明によると GDP で韓国が日本を抜いたというのは購買力平価で出した一人当たりの GDP のことらしい。この購買力平価の GDP というのは物価や賃金が安い発展途上国の方が有利になるらしいんだ。韓国のメディアはこういった分かりづらい指標を持ち出していかにも韓国の経済が日本を上回っているかのように見せかけて韓国経済の減速を隠そうとしている。ミンジーはそう言っていたよ。韓国の失業率がなぜ低いか、そのからくりについてもミンジーは説明してくれた。本来の失業率というのは働きたいのに働くことができない人の割合を表すものだ。だけど韓国が公表している失業率は巧みな解釈を加えて本来ならばカウントしなければならない失業者を除外しているらしいんだ。韓国の失業率は 4% 台と発表されているけど他国と同じような計算をしたら 14% 台になってしまうらしい。20代に至っては 27% だというから4人に1人が失業していることになってしまうんだ。
国力で韓国が日本を抜いたというニュースについてもミンジーは語った。その記事は私も読んだわ。でも全くのデタラメよ。その記事は世界1万7000人のアンケートを順位付けした結果で、アンケートに参加した人の主観をもとにしたデータなの。だから客観性がないのよ。それに韓国の国力が日本に勝ったというのは、このアンケートの中の一つ、軍事的な影響力についてだけよ。他の部門では全て日本が上になっているわ。僕は目の前が真っ暗になったよ。テレビのニュースで伝えられた情報にこんなからくりがあるなんて思いもよらなかったからね。だってテレビのニュースだよ。インターネットのフェイクニュースじゃないんだ。自分の国に都合のいい数字を引っ張り出して、あたかも韓国が優秀だみたいな伝え方をするなんて信じられないよ。僕は途方に暮れた。そんな僕にミンジーは言ったんだ。パク、残念だけど韓国という国はそういうことをする国なの。国内にいると気づくことができないかもしれないけど、外から見ればそれは一目瞭然よ。私だって韓国のことが嫌いなわけじゃない。韓国にも素晴らしい文化はあるし、美味しい料理だってある。見るべきところ、体験すべきところたくさんあるわ。でも不都合な真実を隠そうとする人がいるのは事実よ。あなたも社会に出て外から韓国を見つめればきっとわかるわ。目の前で話すミンジーが遠くに離れていくように感じられた。もはや僕には反論する気力すら湧いてこなかった。垂れ流されている情報をそのまま信じちゃダメ。情報が正しいかどうかは自分で裏付けを取らないと社会に出て痛い目に遭うわよ。最後にミンジーが言った言葉が僕の胸に刻み込まれている。それからというもの、僕の頭の中は混乱が渦巻いているんだ。これまで22年間生きてきた僕の人生がまるで幻だったかのように思えて、とても虚しく感じられた。だってこの道を進んでいけば大丈夫と言われてきたことが怪しくなってきたわけだからね。ミンジーとはそれから頻繁に連絡を取り合っているんだ。僕がこれから進むべき道についても相談している。ミンジーは言ってくれた。卒業後の進路が決まらないならば留学してみるのも一つの選択肢だよ。で、パクがその気ならばオーストラリアにおいで、とも言ってくれた。だから僕は真剣に留学を考えているんだ。だってこのまま国内で就職するなんて気分にはなれないから。海外から韓国を見つめて、その上で何ができるかを考えたいと思っている。これからは何が正しいかを自分で判断しようと思う。そういった点ではミンジーと話せて本当によかった。もしも会わずに卒業していたら、とんでもない間違いを信じて生きていくことになっていたかもしれないからね。国民を欺くなんてひどい国だな。パク君はミンジーさんに正しい情報を教えてもらえてよかったね。政治家が自分の保身のために都合の悪い真実を覆い隠すというのはよくあることよね。韓国が世界の中心になるって本気で信じていたのかな。だとしたら情報操作って本当に怖いよな。メディアの情報をそのまま信じるのは良くないわね。一つの方向から見るだけではなく、見方を変えることも大切だと思うわ。自分で調べる習慣を身につけた方がいいね。したたかに生きていかないと恥をかいてしまうよ。自国をアピールするのは悪いことではないと思います。しかし事実を歪めて過度に評価を高める行為は正しい判断を妨げる要因になるので、行われるべきではありません。そこに政治的な意図などが含まれているとすればなおさらです。しかし世界中ではこういったことがよくあります。様々な情報が氾濫している現代社会においては、報じられたニュースに信憑性があるのかどうか自分で見極めることが必要なのではないでしょうか。皆様はいかがお考えですか？それでは
最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。俺たちのジャパンへようこそ。私たちが暮らす世界中の政治や貿易、物流は今も刻々と変化し続けています。しかし普通に日常生活を送っていて、普段からそれを気にかけている人は少ないのではないでしょうか。国同士の関係があまり良くなくても、その国の食材や製品を見かけることはありますし、あまり大きな変化を感じられないからかもしれません。ところが今お隣の韓国では政治が人々の生活に大きな影響を及ぼし始めているのです。今回はそんなトラブルに巻き込まれてしまったある韓国人のエピソードをご紹介します。私は韓国人の至って普通の主婦よ。夫と2人の娘と4人で平和に生活していたんだけど、実は最近思っても見なかった悲劇があったの。それは実の弟のことなんだけど、私と弟は5歳違いでとても仲のいい兄弟だった。今はお互い大人になったから別々に暮らしているけど、10代の頃まではもちろん一緒に暮らしていた。いくつになっても素直で明るい弟のことを私はすごく可愛がっていたの。そんな弟も3年前に社会人になり、初めはすごく心配だったわ。学生時代は勉強ばかりしていたから働いた経験がなかったし、幼い頃を知っているからこそ社会人になった姿なんて想像できなかったから。だけど誠実に一生懸命働いているようで、その様子を見てとても誇らしかったのを覚えているわ。だけどそんな弟に残酷な出来事が起こってしまったの。ある日の夕方、2人の娘の様子を見ながら夕食の支度をしていた時のこと、自宅に1本の電話がかかってきた。私が出ると相手は弟だった。珍しいわね、どうしたの？私がそう言うと、弟はとにかく元気がない様子だった。そして、話を聞いてほしいんだけど大丈夫かな？と言ってきた。弟の様子は見たことがないくらい落ち込んでいそうだったし、こんなに深刻な様子で話がしたいなんて言われたことがなかった。だから私はすごく心配になって、ちょうど仕事から帰ってきた夫に事情を説明したわ。そうしたら夫は、大丈夫、話を聞いてあげて、と言ってくれたから、寝室に入って弟の話をゆっくり聞くことに。すると分かったのは、1ヶ月後に会社がなくなるから解雇されてしまうということだった。突然の知らせに私は驚きを隠せなかった。弟は自動車の部品を作る会社に勤めている。様々な国と取引しているような大きな会社で、自動車は人々の生活に必要不可欠なものだから、需要がなくなるなんてありえない。だから反対だとみんな言っているくらいなのに、どうして突然そんなことになってしまったのか全く見当もつかなかったわ。弟が一生懸命頑張っているのもよくわかっていたから、すごく心が痛んだ。でも弟の気持ちを考えると、何と反応していいのかとても難しかったわ。弟は解雇される1ヶ月後までの間に次の仕事を探すつもりでいるけど、誰かに話さないと精神的に辛かったのだと打ち明けてくれた。お仕事しながら転職活動は大変だと思うけど、姉さん応援してるからね。私にはそういうことしかできなかった。そしてなるべく前向きな言葉をかけていると、弟は初めよりは元気を取り戻してくれたようで少し安心したわ。
弟との電話を切った後、夫が作ってくれていた食事を家族で食べ、娘たちが寝た後で先ほどの話をした。夫もとても残念がっていて、でも私の知らなかったことを教えてくれた。最近日本やアメリカなどの企業が相次いで韓国から撤退しているらしいよ。私は正直政治には全然詳しくないんだけど、日本はお隣の国だからよく製品を目にするし、アメリカとも関係が良好だと思っていたから驚いた。確かにそう言われたら、潰れたお店なんかもよく見かける気もする。え、どうして？私はその疑問をまっすぐ夫に投げかけてみた。すると夫は、僕もよくは知らないけど、やっぱり今流行っているウイルスのせいって聞くよ。大抵の業界はそれで売り上げが落ちているみたいだから、と言った。その理由には私も納得。確かにウイルスが流行る以前と今では買い物に行く機会自体が減ったし、もしもの時のことを考えてお金も貯金志向になっている。みんなが私と似た考えなのだとしたら、経済が苦しくなっても仕方がないかもしれない。原因はなんとなく分かったけれど、だからといって弟が突然解雇されることに納得できるわけもなかった。それから解雇までの1ヶ月、弟はできる限り全力で転職活動を頑張っていたように思う。休みの日は必ず活動していたし、電話をすると大体は求人サイトを見ていたと言っていたから。だけどそれでも期限までに次の仕事を見つけることはできなかったの。それもそうよね。経済が悪化して海外の企業が撤退して仕事がなくなっている世の中、そんな時に人を採用しようとする企業がたくさんあるわけがない。弟はすごく落ち込んでいたけど、私は夫と相談してある提案をしたの。うちで一緒に暮らさない？弟は一人暮らしをしていたけど、仕事を失ってしまってはこのまま暮らすことは難しくなってしまう。かといって実家の両親は体が弱いから戻れないし、何より落ち込んでいる弟を元気づけたかったから。一人きりでいるよりも賑やかな私たちと過ごした方が前向きな気持ちになれると思ったの。弟は初めは遠慮していたけど、現実的にそうするのが一番だと説得すると、本当にありがとうと涙目で言いながら受け入れてくれた。私としては可愛い弟とまた一緒に暮らせるのは嬉しかったし、子供好きの弟のことを娘たちも大好きだから。仕事が決まったらすぐに出ていくから。弟はそう約束をして私たち家族との生活を始めた。だけど仕事がなくなって転職活動だけに集中してもなかなか仕事は決まらなかった。初めのうちは前向きに過ごしていたものの、あまりに試験を落とされると自信も失ってしまうのよね。弟の表情は日に日に暗くなり、食事も食べられなくなってしまった。そして目に見えて痩せてしまい、彼がストレスによってどんどん弱っていくのは明らかだった。そんなに無理に仕事を探そうとしなくてもいいのよ。少し休んだら、ウイルスの蔓延が収まったらまた求人も増えるわよ。私も夫も弟が仕事を見つけることよりも元気になってほしいと願って何度もそう言ったわ。でも弟はどうしても気持ちを切り替えることができないようだった。作った食事も食べられなくなって、とうとう入院することになってしまった時は自分が情けなくて涙が出た。近くにいたのに支えられなかったことが本当に申し訳なかったわ。弟が入院してからはお見舞いに行くくらいしかしてあげられることがなかったんだけど、他にも何か力になりたくていろいろ調べてみたの。そうしたらやっぱり弟のように突然職を失った人はこの国にたくさんいるようだった。同じように影響を受けた人は6000人にも及んだという情報も。しかもその理由はどうやらウイルスの蔓延だけじゃないみたいなの。もちろんそれも一つの要因にはなっているんだろうけど、
他にもいくつもの原因が重なって韓国の経済を苦しめているらしい。まずその一つは、少し前から始まった韓国による日本製品の不買運動。私はあまり気にしたことがないんだけど、韓国には反日を訴えている人が今も多い。国同士の関係も政治的にはあまり良好ではないということくらいは私も理解していたんだけど、だからといって私たちの生活にまで関わることはないと思っていたの。だって韓国アイドルが日本で流行っていると聞くし、日本人の観光客を以前は頻繁に見かけていたしね。それなのに韓国側が日本の製品を買わないという現実での行動をしたことで、日本に見放されてしまったってことみたい。わざわざ日本が嫌がることを選んでしているのだから、怒って撤退されても仕方がないのかもしれない。ましてや買ってくれないと分かっている国に企業を置いておく理由もないもの。それからもう一つ、韓国から撤退している企業は日本ばかりではないということも分かった。夫が言っていたアメリカもやっぱり多くが撤退しているそうで、しかもその理由もまた政治的な問題だった。これは政治に無知な私は全然知らなかったんだけど、今アメリカと中国は敵対関係にあるみたいなの。戦争こそ起きていないけど、アメリカ側と中国側という見方がされることもあるんだとか。これで韓国は中国側だとみなされていることから、アメリカ企業が韓国から撤退しているっていう考え方もあるみたい。その理由は、韓国は中国から輸入しているものがすごく多いってことにあるそう。韓国が万が一アメリカ側につけば、中国から輸入しているものが手に入らなくなってしまう。そうなれば韓国はとても困ってしまうから、中国側につくと見られているのね。これにはすごく驚いた。やっと平和な世の中になっているのに、戦争とか敵対とか考えたこともなかったから。確かに韓国には過激に反日意識を持ったり、国にプライドを持っている人は多いと思う。だけど私みたいにただ平和に穏やかに暮らすことを祈っている人もいるのに、知らなかった事実を知って変わっていく世の中がただただ悲しくて仕方なかった。国を良くするために政治があるならとてもありがたいけれど、それによって苦しむ国民がいるのはすごく嫌。それは国民を巻き込む戦争ももちろんだし、今回の弟のように職を失って辛い思いをする人が出ることもそう。私一人で何も変えられないのは重々承知だけれど、もどかしくて仕方なかった。だけどインターネットや SNS でこれについて調べたことでプラスになったことも一つだけあった。それは弟のように職を失って苦しみながらも前向きに生きている人がたくさんいるのだと知ったこと。弟は繊細で考えすぎる優しい性格だから落ち込んでしまったけれど、一緒に頑張っている人の存在を知れば元気が出るかもしれないと思ったの。本当は私が寄り添いたかったけれど、私は会社を解雇された経験はない。だから弟からしたら本当の意味で共感されているとは思えなかったんだと思う。翌日弟のお見舞いへ行き、同じ境遇で前向きに生きている人の SNS を見せた。そうしたらやっと自分は一人じゃないって分かってくれたみたい。その中にはいろんな人がいた。解雇されたけど頑張って頑張ってなんとか仕事を見つけた人、正社員の採用がなかなか見つからず大好きなカフェでアルバイトを始め人生を楽しんでいる人、仕事を探すことにこだわらず貯金を使って豪華なホテルで暮らしている人、どれが正解ということはきっとないんだと思う。ただ今の状況を前向きに捉え、未来に希望を持つのを忘れない、それが大事なのだと、その人たちから弟は学ぶことができたんだろう。それから数ヶ月して弟は無事に退院。今も私の家で暮らしながら転職活動をしているけど、その表情は以前と比べ物にならないほど穏やかなの。
娘たちと関わることで改めて子供が好きなのだと実感して、今は子供に関わる仕事がしたいと目を輝かせて言っているわ。たくさんの海外企業が韓国から撤退してしまうことで、たくさんの韓国人が途方に暮れた。その一人になってしまった弟を見るのは本当に苦しかったけど、でも大切なものも教えてもらえた。もし今同じように苦しんでいる人がいたら、どうか知ってほしい。希望を忘れなければ必ず未来は開けるのだと。だけどそれと同時に政治的にも人々を幸せにする国であってほしいと心から願っているわ。理由を見たら、海外企業が撤退するのは韓国の自業自得かなとも思った。でも解雇された国民が必ずしも悪いわけじゃないよね。かわいそう。弟さんが立ち直ってくれてよかった。極悪なトップのせいで善良な人が苦しむのは見ていられないよ。日本人も比較的政治と実生活に関連を感じていない国民と言えるでしょう。しかしこの韓国の例を見れば、生活に大きな影響を及ぼす可能性があると理解しなければならないと分かりますね。それは選挙なのか意思表示なのか、最も正しい手段が何かは決めがたいですが、自分は国の一員であるという当事者意識は持っておくといいですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。俺たちのジャパンへようこそ。現在世界にはたくさんの国があり、それぞれの国にトップの人物や組織がいて一つにまとめています。しかし国を維持していくためには、自分の国の中だけではなく他国との関わりも非常に重要です。他者と関わる上で最も大切なのは信頼を築くこと。世界という広い舞台の上でなくとも、小さな人間関係でも同じですよね。信頼関係が不十分だと、どんなに素晴らしい魅力や技術などがあってもうまくいかないものです。今回はそういった適切な信頼関係を築けなかった2つの国の間で起きたお話をご紹介します。私たちの日常生活に通ずるところもあるので、よかったら最後まで見て参考にしてみてくださいね。僕は日本で暮らす日本人なんだけど、十数年前に仕事で知り合ったアラブ人に聞いた話をしていこうと思う。彼とは年齢も近く、一緒に過ごした期間も長かったからすぐに意気投合した。名前はアイハムとしておこう。今はそれぞれの国にいて、実際に会う機会はなかなかないけど、時折連絡を取り合って近況報告したりしているんだ。アイハムの現在の仕事は原子力発電所の建設に携わるものだ。僕が知り合った時は全然違う一般企業に勤めていたから、どうやら転職をしたらしいね。当時から仕事が早く頭も切れるやつだったから、優秀に働いている姿が想像できる。だけど正直僕はアラブに原子力発電所というのにイメージがなかった。アラブ人と仲は良くても僕自身は全然アラブに詳しくない。だから持っているイメージも多分多くの日本人と一緒で、アラブ人は石油で生きているんだろうなと大まかな印象しか持っていなかったんだ。だけどよく考えてみたら、いくら石油がよく取れる国だからって全員がそれに携わる仕事だけで生きていけるわけはないよな。自分の考えの浅さを反省したよ。やはり生活していくには日本などの海外と同じく水道や電気などのインフラが必要。
時代が進むにつれてその需要は高まっているから、アラブでも2000年代後半に入り原子力発電所の使用が考えられたそうだ。原子力に関してはどこの国でも賛否両論あって、アイハム自身も未知のものに不安はあったそうだ。でもだからこそ携わることでよく理解し適切に使っていけるよう学ぼうと思ったという。僕はアイハムのそういう勇敢で知識に貪欲なところが素晴らしいと思っているんだ。そしてアラブでいざ原子力発電所を作ろうとなった時、当然だけど初めての試みだからその技術を持っている人がいなかった。だから自然な流れで海外受注することになったそうだ。これは原子力発電所に限らず鉄道でも自動車でもあらゆるもので取られる方法だよね。むしろ失敗すれば放射能汚染でたくさんの人々の生活に影響を及ぼすものだからこそ、すでにしっかりと前例のある他国に頼ることは重要だろう。受注先の候補にはいくつかの国が挙がり、韓国、フランス、アメリカ、そして日本などがあったそうだ。同じ原子力発電所にしても作り方や順序、技術、材料、工事期間、金額、それぞれに異なった条件があったそう。そしてアラブ政府が選んだのは韓国だった。これに関しても賛否両論あるだろうけど、アイハム個人の感想としては日本の方が良かったというもの。もちろん実際の輸出経験は少ないにしろ、韓国の原子力に関する技術で大きな問題があったとか大きな根拠があったわけではない。だけどどうしても技術力という点においては日本や欧米の方が高い印象を持っていたらしい。アイハムの周囲にも同じ気持ちの人は多かったみたいで、技術や安全性でなく一番早く出来上がりそうだから選んだんじゃないのかなんて言われていたそう。確かにそれを聞くと早くできるに越したことはないけど、原子力に関わるものなら特に安全性の高さを気にしてしまうよなと僕も思った。とはいえ韓国が大きな失敗をすると決まったわけではないし、この時点では期待の気持ちの方が大きかったそうだ。まだ見ぬ新しい技術、それによって変わっていく自分の国、それを一番近くで見られるのはアイハムじゃなくてもワクワクしたんじゃないだろうか。しかし実際に建築が始まってその期待は徐々に裏切られていったそうだ。海外に技術協力を要請？アイハムははじめそれを聞いて驚いたらしい。韓国が原子力発電所を作って輸出してくれると言うから頼んだのに、実際の建築段階になって自分たちの技術だけでは難しいから海外に受注したいと言い始めたからだ。聞いた話によると韓国はもともと独自で原子力発電所を建設する技術を十分に持ち合わせていなかったらしい。2008年頃に東芝でこれに関するデータが紛失する騒ぎがあって、その時どさくさに紛れ韓国が技術を盗んだのではないかと言われている。やり方を盗むことができても知っているのとできるのは全くの別問題というわけだ。技術を知っているからできるだろうと見栄を張ったものの、実際の手腕が追いつかなかったというわけか。そして泣きついた先が日本。アイハムはそれなら韓国を挟まず日本に直接頼んだ方がスムーズだったんじゃないのかと不思議で仕方なかったと言っていたよ。それは僕でも思うね。できると言って約束したのに、いざ大事な時になったらできなくて他人に泣きつくなんてまるで子供みたいだと思った。まあ僕には想像できないような難しい技術が必要なんだろうから偉そうなことは言えないんだけど、結局日本の企業である東芝と GE が申し出を受け入れたそうだけど、出来上がった原子力発電所に責任は持たないという条件付き。そりゃあ自分たちが一から作ったものなら責任は持つけど、他国が作ったものの一部に手を貸したからと言って責任を押し付けられたらたまったもんじゃないよな。日本の条件付き受け入れは正しい判断だと僕は思う。ただアラブ側からしたらお願いする国が結局2つになって複雑になっただけだ。この時点でモヤモヤしてもおかしくないはずだ。
そんなこんなでストレートに経過をたどれなかったから当初予定されていた運転時期は守られず、でもこんな調子では間に合わないんだろうなとアイハムたちはなんとなく感じ取っていたそうで、この時点では韓国側を咎めなかったらしい。しかし運転開始予定が間近に迫り、完成までラストスパートという頃に性能の不備が発覚。放射能を外に漏らさないようにするための壁に隙間が空いていたというのだ。これは気づかずに運転開始していたら取り返しのつかない大問題になっていただろう。もちろんそのまま運転開始できるわけもなく、その部分は作り直し。それは当たり前のこととして、同じような不備がないか全ての機械を点検、どうしてそういった事態が起きたのかなども考え直さなければならなくなった。2021年現在は問題なく稼働できているらしいけど、一番慎重になっているはずの運転前にあれだけのミスをしている以上、不安な気持ちを持たないという方がおかしい。アイハムや同じ立場の人々、地域住民、アラブ政府、これらの人々から韓国への信頼度はどんどん下がっていく一方だったそうだ。そしてその思いを爆発させたのが、韓国の政権が変わったことによる協定破綻だったらしい。これに関してはアイハムはじめ一般人は知らなかったことみたいだが、現地ではかなり大きな問題になったって。何でもアラブと韓国はこの原子力発電所の受注とともに秘密裏に軍事協定を結んでいたとか。中東は世界規模で言うと現代も戦争と切っても切り離せない関係だからこそ、他の国と比べると原子力発電所を攻撃される可能性は高いと考えられている。そうすれば直接手を下さなくともたくさんの人を攻撃できるからだ。そうなってしまうとアラブ側も困るので、緊急事態には韓国軍に駆けつけてもらうというのが受注時の約束だったらしい。確かにこの約束だと戦争を憲法で禁止している日本では役不足だったのも頷ける。だけど政権が変わったという理由で突然その協定を破綻させた韓国側、もちろん政権交代するまでの約束だったわけではないから、ここまで我慢してきたアラブ側も大激怒したという流れみたいだ。原子力発電所は韓国に発注してもう完成してしまった。軍事協定が結べないなら他の国に頼むという選択肢を取ることもできないアラブに対して韓国の態度はどう考えてもおかしい。これは僕もインターネット上で見かけたことがあったし、多くの人が韓国を批判していたように思う。アイハムも呆れ返ったと言っていたよ。話し合おうにも断固として姿勢を変えない韓国に対して、アラブ側ももう我慢はしない。韓国がもしもの時に使用できるよう備蓄してあった石油を回収し、今後韓国とは断交すると警告したそうだ。アラブといえば石油大国だし、全世界を見てもこれほど石油を取れる国は多くはない。そんな国と断交になってしまって、正直韓国は大丈夫なのか？韓国は日本との問題もそうだけど、かなり強気な姿勢を取る国に見える。でもプライドとか今の状況だけ見て敵を増やすことが本当に正解なのか。今は良くても他国と十分な信頼関係を築けず孤立していたら、いつか困っても誰も助けてくれないかもしれないのに。アイハムから詳しく一連の流れを聞いて、僕はこんな風に考えたのだった。気になってインターネットの書き込みを見ても、国籍問わず同じような意見は多かったように思う。韓国はアラブとの関係が完全破綻になってからひどく後悔するんだろうねと。アイハムは一通り僕に話し終わってから言った。君のおかげですっきりしたよ。話を聞いてくれてありがとう。なかなか全て話せる相手がいなくてね。彼の心の拠り所になれて心から嬉しいと思ったよ。生まれ育った国、言語、文化、何もかもが違うけど、それでも外国人同士この通り愚痴を話し合えるくらいには信頼関係を築けるのだと僕らは身をもって知っている。
見習えなんて大きなことは言えないけど、韓国も少し他国の信頼を重んじた行動をしてみたら状況は変わるのではないかと思った。少なくともアラブに断交される事態は免れるんじゃないかな。韓国はどの国に対しても基本的に強気で上から目線だなってのは思っていた。プライド守ってばかりで誠意が足りない気がする。石油が輸入できなくなるって大問題だよな。他の中東諸国に頼んだところで韓国側の姿勢が変わらないと同じことの繰り返しじゃないかな。アラブは初めから日本を選べばよかったのに、なんで韓国なんだろう。まだ欧米の方がマシでしょ。アラブ人はかなり心が広くて寛容なんだね。僕ならもっと前に怒鳴り散らしてるくらいだよ。日本の技術力は世界トップでしょ。そんな人たちの計画書を盗んだって一般人にできるわけがないんだよ。信頼を失ったら人生が終わるっていい教訓になったよ。体を張って手本になってくれた韓国に感謝をしないといけないね。日本は韓国に責任を押し付けられないといいね。あの手この手で言ってきそうだから。他人と交流をするために必要なものはいくつかあります。その中の一つに言葉がありますが、残念ながら日本人には世界共通語である英語を話せる人は多くありません。しかし今回のエピソードで分かったように、信頼関係を築く能力はどこの国より高いのかもしれないですね。そう考えると、相手が初めて会う人でも、違う国籍でも、最悪言葉が分からなくても、誠意を持って嘘をつかず約束を守る人であれば、困った時誰かが助けてくれるかもしれません。これは外交でも日常生活も同じことですね。好き勝手やっておいて関係が破綻してから後悔しても、時すでに遅し、信頼関係をないがしろにするといつか自分に跳ね返ってくるかもしれない。そんな教訓を教えてくれるエピソードだったんじゃないでしょうか。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。ようこそ俺たちのジャパンへ。よく韓国はウォン安などと聞くことはありませんか。韓国は日本と同様、資源の少ない国の一つです。韓国通貨のウォンは市場性がない通貨なので、海外で取引されることはありません。なので韓国は常に外貨を持たなければならないのですが、1997年に国家破産で外貨の底が尽きてしまいます。そのためドルを蓄積するために輸出を強化しましたが、ドルが安くなるとウォンも安くなるという連鎖ができてしまいました。国内生産も低くなり、人口や経済規模も小さいために輸出が減少すると、ウォンが安くなります。その結果輸入品の金額が高くなるので、国内の物価が上昇するなどして韓国内では不満が高まっています。今回はそんな韓国で暮らしていて韓国人の夫を持つ日本人女性に話を聞いてみました。彼女から見る韓国生活のリアルと韓国経済とは。私は韓国に9年在住している日本人よ。夫は韓国人で、私の息子は成人するまで二重国籍を持つ。夫のことは嫌いじゃないし、義実家との関係もまあ普通だと思う。でもこれは国の話になってくるとだいぶ変わってくる。例えば韓国で不買運動になった時、夫の親戚たちは酒の魚のように、ユニクロはもう二度と買うなよと言い出して酔っ払ってて、正直自分の中で日本だったり韓国だったり関係ないと思っていたけど、なんでそれ日本人の嫁がいる前で言うの、何なのってかなり頭にきた。愛国心なんて誇れる気持ちではないけど、やっぱり自分の育った国を悪く言われるのは嫌なんだろうな。
こういう話が続くと、なんで韓国人と結婚したんだろうと考えてしまう。韓国人は政治とか歴史の話をよく振ってくるが、まだ意味がわからない。私はあなたの嫌いな日本人だけど、絶対意見合わないのにな。夫も YouTube や Twitter でニュースを見たりして影響を受けまくっている。日本はプライドが高すぎないか。韓国を差別して半導体輸出を強化したところでよ、こうやって僕らが不買運動をしているから不利益そのもんだろう。韓国は半導体の製造も成功してきてるし、今さら泣きついてきても仕方ないよな。ですって。私も日本側の説明をしたけど、ああだこうだととにかく韓国がねと返してくる。もううるさいって。普段は特に喧嘩もしないのに、彼ら韓国人はこうやってわざわざ喧嘩の話を振ってくるし、そしてそれは私たちのような一市民が解決できる問題じゃないのに話題にしてくる。この時なんで韓国人と結婚したのかと本当に思う。こんなこと結婚するまで思わなかったのに、韓国人がこんなに日本を敵視して騒ぎ立てたいなんて知らなかったから。それにしても感染症の影響か、なんだかすごく物価が上がったみたいなの。韓国は物価が安いって言うけど、それは日本で働いてお金を持っていればの話。もともと安いウォンでお給料をもらっていれば話は変わるわ。夫もこのことをぐちぐち言っていて、つい最近こんな風に言われたの。日本のせいじゃないか。日本のせいで俺たちの生活にこんなに迷惑がかかってる。お金は確かに大切だけど、私のせいでは確実にない。旦那によると、何でも日本銀行が信用上を停止するというニュースを聞いたらしい。ああ、なんかホワイト国から除外されたっていうニュースだっけ。国外への輸出管理の問題で除外されただけなんじゃなかった。韓国に輸出した商品の中でどこにあるかわからないものが出てきたから、北朝鮮や他の国に横流ししてるんじゃないかって怪しくなったから除外って聞いたけど、でも除外されたらもう貿易できないってわけじゃない。書類手続きに時間がかかったりするだけなはず。ホワイト国だったら確か国と国同士の必要な書類手続きが楽になるのよね。除外に至るまでも日本は韓国にいろんな対応をお願いしたはずだけど、無視したからこの結果なんでしょう。反論する気もないけど、不買運動やら都合の悪いことを無視しといて自分の意見だけ言う。こんなことを言われてても晩御飯を作る私はとても偉い。信用状ってなんだろう。また夫がぐちぐち言う前に自分で見とかないと。韓国人夫はすぐに論破したがるから困りものだ。調べて分かったことは、国と国の間に銀行が入って仲介、信用状は担保のような存在ということ。今までは日本が保証してたから大丈夫だったみたい。簡単に言うと、貿易したい2つの国の間にお互いの国の銀行が入るの。2つの国、2つの銀行ね。お金を銀行経由させることでしっかり安全度を高めようってお話。韓国で外国の商品を買いたい人はまず自分の国、韓国の銀行にお金を振り込む。それから商品を売る人の国の銀行が売りたい人にお知らせ、売る人のいる国の銀行から韓国の銀行、そして買いたい人といった風に貿易書類が売買されていくわ。一番大事なのは商品を買おうとしている人の韓国の銀行なの。例えば一瞬でお金が紙切れになるとか聞いたことない？銀行に信用がないとその可能性もある。だからいくら商品を買いたい人が韓国の銀行にお金を振り込んでいても、商品を売る人からしたら商品を渡した後にもらったお金が紙切れになるって思うと怖すぎるでしょ。ホワイト国だとこの信用状がいらなくなるから、日本相手だとスムーズな取引だったんだけど、日本と貿易する場合は除外されちゃったから、韓国がいくら日本から輸入したくても規制されてる商品ばかり欲しがっても、日本の経済産業省、経済産業大臣が許可しないとそもそもできないのよ。え？ちゃんと日本の話聞いてないのかしら。これは信用状の発行以前の問題ね。日本はともかく、韓国は日本の信用状がないから世界と貿易できない、経済の危機だって焦ってそれで怒ってるみたいなの。
じゃあ日本の問題じゃないのって思うかもしれないけど、夫の言う日本のせいは私からすると韓国のせいでしかない。なぜ韓国の銀行が信用されていないかというと、理由はね、韓国の通貨ウォンは1997年に国家破産しているらしいわよ。だから国際的に信用がないんでしょ。そんな中、海外の国が韓国と貿易をするのはとにかくリスクがあった。商品渡してウォンを受け取ったとしても、そのウォンが紙切れになったらたまったもんじゃないわよね。まあでも貿易しないと国が成り立たないでしょ。でもウォンを発行している韓国銀行にはまるで信用がない。だから他国と貿易ができるように韓国銀行が発行した信用状を日本銀行が確認することで保証性を持たせていたの。そうすると、あら不思議、世界から信用できる信用状になるの。だから今まで韓国が貿易できていたのは日本のおかげってこと。特にアメリカとのやり取りには必ず必要になるから、この信用状に日本銀行の確認がないと厳しいでしょうね。なんで日本が信用状に保証を持たせていたかというと、お金になるから、韓国から手数料がもらえるかららしいわ。韓国側にとっては他国手数料よりも安いんでしょ。もし日本じゃなくて他の国に頼んだ場合、かかるコストはものすごいだろうし、より物価に影響しちゃいそう。今まで破格の対応をしてあげていたのに、韓国はまるで態度を改めないわよね。何でもかんでも日本が悪い。あなたたちは話をちゃんと聞いたことがあるのかしら。夫や義実家、親戚を知っているからか、本当に腹が立つわ。それに今回の信用状停止の話もね、韓国が不買運動なんかで日本を制限したりすることで韓国の経済が勝手に悪化したんじゃないの。日本では丸々が足りていないの、大丈夫なのか。丸々飲んでるなんて信じられない、不買するのが普通でしょ、と言っている奴らにちょっとイライラしちゃう。あなたの家にあるお菓子も好きなビールも日本製でしたけど、韓国にも今の政権があんまり好きじゃないって人もいるのに、私の周りにはいないみたい。それにね、韓国は日本はひどいって言ってるけど、日本だってただのいい人じゃないわ。日本銀行が信用状を発行することは、いわゆる借金の連帯保証人になるということ。もし韓国の支払いが滞ると、日本が被害を被ることになる。だから韓国の経済が破綻する前にやめるだけの話なの。借金の保証人になってくれるような日本なのに、今までどうして非常識極まりない態度しかできなかったのかしら。あまりに日本が韓国に直接的な制裁を下すと、アメリカから苦情が来ちゃうらしいけど、借金を背負わされてしまうからという理由では文句も言えないでしょう。アメリカと貿易するときにすら日本の確認の信用状を使っていたそうだから。今は感染症流行であまり旅行はできないけど、韓国からの旅行者が減ると観光産業に日本がダメージを負う可能性まであるらしい。日本だっていろいろなところから苦情を言われないようにするのがもう大変なのよ。夫は迷惑がかかってるって言うけど、本当に迷惑かけてるのは韓国でしょうが。韓国にいてもいいことなんてなくなってきた気がする。日本人であることにビクビクしちゃいそうなのも嫌だし、過激な反日デモだって怒ることもある。今韓流のアイドルってすごく人気でしょ。感染症が落ち着いたら韓国に旅行に行きたいって言ってる友人は何人かいるけど、本当におすすめできない。日本では韓国人がいるからってイチャモンつけられることはないけど、韓国は違う。もし土地勘のない子が道に迷ってデモに巻き込まれると思うとね。また朝にイチャモンつけてきた旦那に今回の話をしてあげても、日本銀行に信用状を確認してもらう必要なんてない、韓国銀行の信用状を発行すればいいだけだ。はい、また話の本質を理解してない夫がここにいます。だから韓国の銀行は国際的に信用がないから問題なんでしょ。無知ではない、知ろうとしない、考えようとしない、人のせいにするしかできない。これが韓国人そのものの性質なんじゃないの。ごめんなさい、私の個人的な夫に対する意見がかなり入っちゃうんだけど、
夫のように信用状の発行自体韓国は別に痛くも痒くもないと考えているのかも。むしろ日本が裏切った行為として韓国メディア内では盛り上がってしまう。そうするとより韓国の孤立化が進むかもしれないわね。今回はしっかり相手にしてあげようかなと思って、私の信用状と韓国の銀行に思ってることを全部旦那に喋ってあげたの。そしたらようやく分かってくれたみたい。え、そういうことだったの？本当に？まあまあ半信半疑だけど、しばらくは私の話が頭に残ってくれるかな。夫はある意味情報に流されやすい。そりゃメディアで正しいっていう風に説明されたら信じちゃうかもしれないけど、それは自分の意見なの？ということをいつも考えてほしい。韓国と日本の話をするとき、最後にいつも私が付け加えてる言葉よ。ああ、じゃあ日本のせいじゃないかもしれない。っていうか、ごめん。君がしたことでもないのに、なんか熱くなっちゃって。ほんと、少しずつだけど、こうやって考えて謝ってくれるようになったの。私だって韓国はダメなんて否定したくはないし、夫にも日本はダメって否定されたくない。国を越えてでも人生のパートナーに選んだ相手だからこそ、ぶつかり合うけど分かり合いたいと思ってるのよね。まあイラッとする時はするわよ。だって夫婦だもの。それはきっと夫が日本人だろうと韓国人だろうと変わらないことだと思う。小さな喧嘩も大きな喧嘩も乗り越えるたびに、お互いの気持ちがほんのちょっとずつ分かっていく気がするの。まあ絶対言ってあげないけどね。すぐに調子に乗ってまたペラペラ喋ってくるから。確か韓国の映画で同じような映画なかった？韓国国民はみんな見た方がいいんじゃないのかな。1997年の国家破産の話だろ。助けてくれたのが日本じゃなかったっけ。今一度日本のありがたみを復習すべきだ。もう遅すぎることかもだけどね。韓国経済が破綻しようが、もう日本は何の関係もない。むしろ両国の平和のためには、お互い触れず騒がずじっとしていることが一番の解決策だろう。ああ、韓国がじっとできればの話になっちゃうか。韓国の銀行に信用があるとでも思ってるのかな。ウォンが世界通貨でない時点で気づいてくれよ。彼女に激しく同情するわ。日本人だからって自分の生まれた国のことをいちいち文句言われたらね。日本で過ごした方が幸せだって絶対思うけど、今はそう簡単に決断して実行できる世の中ではないし、難しいところね。2019年7月に経済産業省が発表した韓国への輸出管理の厳格化は、日本が間に入って行っていた仲介貿易そのものを厳格化するため、関わってくる信用状の発行についても厳格化されるので、怪しく不確定要素が多い取引自体に日本銀行から信用状が発行されないということにつながります。そして2019年8月、日本は韓国をホワイト国除外によって事務手続きなどの書類が多くなり、おそらく適切でない書類だから出したくても韓国は書類が出せない、保証しても大丈夫かを判断するようになった結果、大丈夫じゃないということで信用状が発行できないんです。今までノーチェックだったことにあぐらをかいていた韓国らしい結果ですね。申請したくても出せない書類がある人たちは、実は国際的にも信用が低い証拠ではないでしょうか。韓国側はこのホワイト国除外、そして信用状の発行停止に陥った事態を国家の非常事態と言わんばかりに騒いでいますが、実際は周辺アジアと同じ条件に戻るだけのことなのです。なのでホワイト国除外はアメリカにとっても騒ぎ立てられるようなことではありませんでした。周辺アジアの国々はホワイト国でなくても貿易で友好な関係を維持しているので、文句をつけられるところではありません。今までの韓国側の好き勝手な貿易や行い、約束の保護など、まさに韓国側が自業自得の事態に陥った結果になってしまったということですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。
それでは次回の動画をお待ちください。やっと経済が回復するはずなのに、過去最大級の赤字だと？日本は旅行客まで韓国から奪うのか。皆さんは海外旅行と国内旅行を選べるとしたら、どちらに行きたいですか？海外には日本にはない魅力がたくさんありますが、治安が良く世界的に見ても質の高いサービスの受けられる国内旅行も満足度が高いですよね。では日本とは違った環境に住む人々はどのように考えているのでしょうか。海外旅行と国内旅行どちらかを選べるなら海外旅行を選ぶという人が多い国もあるようです。でもそうした国民の行動から国の経済が記録的な大赤字にまでなってしまうこともあるようで、今回のお話では実際に旅行の計画をしている外国人が驚愕的な事実を語ってくれます。一体何が起きているのか、ぜひ最後までご覧になって確かめてみてくださいね。僕は韓国人のジュンソ、銀行員の仕事をしている。自分では真面目な性格が長所だと思っている。顧客の大切なお金を預かったり、その運用をする今の仕事は大変なこともあるけれど、僕の性格には合っていると思っているよ。ところで、あなたは旅行は好きだろうか？僕は正直、あまり積極的に旅行に行くことはない。海外旅行にも行ったことがないし、国内旅行も付き合いで行ったことがある程度だ。そんな僕が先日初めて海外旅行に行ったんだ。その行き先は日本。そこでかなりショッキングな事実を目の当たりにしたんだよね。もともと旅行が好きではない僕は、人生の中で海外旅行をする機会なんて訪れないかもしれないってなんとなく思っていた。しかしこんな僕にも彼女がいる。僕は彼女と一緒にいられるだけでも幸せなんだけど、残念ながら彼女の方はそうでもないらしい。ねえジュンソ、一緒に旅行に行きましょうよ。絶対に楽しいわ。彼女のリアンは頻繁にそう主張した。旅行なんてお金もかかるし、混雑するし、疲れるだけじゃないか。だいたい僕は飛行機に乗るのが苦手なんだよね。長い間狭い座席に座って揺られているなんてストレス以外の何物でもないよ。そう言い返したいところを僕はぐっとこらえた。そんなことを言ったらつまらないやつと彼女に愛想をつかされることくらい僕だってわかっている。彼女の希望に付き合うのは大切なことだ。そうだね、じゃあ旅行の計画をしようよ。リアンはどこに行きたいの？やっぱりソウルかな。僕はとりあえずそう提案してみた。しかしリアンの反応はあまり良くなかったんだ。ソウルも悪くないけど、この前友達のソアと行ったばかりなのよ。お母さんやお姉ちゃんとも行ったことがあるし、何度も行って飽きちゃった。もっと違うところに行きたいわ。そう言われると僕は困ってしまう。もともと興味がないだけに、旅行先と言われて思いつくのはソウルかチェジュ島くらいだ。他に出かけようと思ったら近場でショッピングができる場所くらいしか思いつかない。そういう外出は結構行っているから、それではリアンは満足しないだろう。そうだ、せっかくだから海外旅行にしましょう。日本ならすぐ近くだから、ジュンソにもハードルは高くないでしょ。私、ユニバーサルスタジオジャパンに行ってみたかったのよね。そう言われて僕は心の中で、やれやれ、とため息をついた。わざわざ外国に行ってまで旅行をするなんて面倒だとしか思えない。しかも日本だなんてイメージが良くない。職場やメディアでも悪口ばっかり言われているような国にわざわざ行こうなんてどうして考えるんだろう。学校で歴史を学んでいるからには、日本に行ってお金を使うことなんてしてはいけないって考えてしまうよ。
それにパスポートも取らないといけないし、言葉も通じないから不便なことも多いだろう。どうせ外国に行くなら他の国を選ぶっていう選択肢もあるぞ。そう思いながらリアンを見ると、彼女はすでに観光先をスマホで検索しているようだった。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと道頓堀に行って、あ、海遊館もいいわね、なんて言っている。僕は観念して、わかった、じゃあ日本に旅行に行くことにしよう、一緒に計画を立てないといけないね、ということになった。もともと彼女のための旅行だ。彼女がいいと言うならどこだって構わない。それから僕はインターネットで日本旅行について調べてみた。リアンに任せればよかったのかもしれないけど、真面目な性格からして任せきりということはできなかった。トラベルライターやブロガーがまとめてくれている情報をチェックしてみることにしたんだ。僕らの住んでいる釜山の空港から日本の大阪へは約1時間半、ソウルへは飛行機でも約2時間かかることを考えると結構近いんだなって思う。おすすめの場所として検索されてきた福岡なんて1時間もかからないで行けるらしい。大阪の交通機関はかなり便利になっていて、リアンが興味ある遊園地の他に大阪城のような名所や道頓堀を他としたグルメを楽しめるお店が集まる場所やショッピングで人気がある場所もある。道頓堀のグリコの看板は旅行に疎い僕ですら知っているくらい有名なスポットだ。それから驚いたことに、神戸、京都、奈良といった都市にも日帰りで行ける距離のようだ。行き先の候補がここまで出てくるものなのか。もう少し時間があったらディズニーランドまで行けるという情報まであって、僕はもう驚愕してしまった。なんだか韓国と規模が全然違うな。簡単に予算を見積もりしてみたけど、国内のチェジュ島に行くのとそんなに変わらない出費で済みそうだった。そうやってインターネットで調べているうちに、何やら気になる情報が目に入った。旅行に関する記事を見ているうちに、おすすめに出てきているようだった。クリックしてみると、韓国経済が歴代級12億の赤字に突入。その理由は日本に旅行客を奪われまくったから。というショッキングな内容だった。赤字？嘘だろ？コロナ騒動が収まってから旅行客は増えているはずだ。そんなにびっくりするような赤字になっているはずないだろう。それに日本が関係あるってどういうことだ？僕は疑いながらもその内容を読んでみた。2023年4月、回復すると予想されていた韓国経済はびっくりするような赤字に転じている。その理由は国内旅行に需要が増えるのではなく、海外旅行へと需要が向かった影響が大きいから。特に円安の影響から日本へ旅行する人が多くなっているんだそうだ。もともと僕のような旅行嫌いは少数派で、韓国人は海外旅行が好きだっていうのは分かっていた。行き先が制限されていた事態が解消され、僕とリアンがそうしたように海外旅行を選ぶ人は増えるだろう。でもその分、韓国に観光に来る人だって増えるんだから、経済は他の国と同じように良くなっているはずなんじゃないか。人数的な統計を見てみると、韓国旅行に来る日本人の5倍ほどの韓国人が日本旅行に行っているようだった。5倍？嘘だろ？だいたい同じくらいだろうって思っていたけど、こんなに差があるのか。これは赤字になってしまっても仕方がないかもしれない。正直こんなに日本に負けているなんてかなり悔しくも思うんだけど、僕はそういった人たちの気持ちを実感してしまっている。国内で旅行したいと思う場所は残念ながらそこまであるとは言えない。でも日本の旅行で行ってみたいところを調べてみたら、結構ワクワクしてしまっているんだ。お好み焼きやたこ焼きを本場で食べてみたいって思うし、ユニバーサルスタジオジャパンのアトラクションの情報を見てみたら、乗ってみたいものがいくつもあった。リアンに言われるまで興味もなかったけど、これだけ魅力的なものが溢れているんだったら行きたいって思う人がたくさんいるのもよくわかるよ。
そのインターネットの記事に集まっているコメントを見ると、韓国の観光業界はお客さんをもてなすことよりも金儲けすることしか考えていない、正直言って自業自得だとか、日本に旅行に行かれるのが嫌ならもっと国内観光のクオリティを上げるしかないなんて散々に言われている。そうしたコメントに共感できてしまうのは韓国の国民としては残念だけど、こうなってしまったのは仕方がないかなって思う。日本のせいでって責めるのは簡単かもしれないけど、韓国の政府にはもっと魅力的な観光先になれるように発展させてほしい。こんな現状から回復するにはそれしかないと思うんだよね。それからリアンと一緒に旅行の計画をして実際に日本に行ってきたよ。思っていた以上に興味が尽きないものばかりで、すごく刺激的な旅行だった。彼女はとても喜んでくれたし、僕も十分に楽しむことができた。観光で訪れた場所はとても素晴らしかったし、言葉が通じなくても思っていたような不便なことは起きなかった。美味しいものが多すぎて、つい食べ過ぎてしまったけれど、まだまだ食べてみたいと思うものもたくさんあった。お酒もあまり進んで飲む方ではなかったんだけど、宿泊した宿で飲んでみたらびっくりするほど美味しかった。日本は水がきれいだから美味しいお酒が作れるって聞いた時は納得してしまったな。旅行があまり好きではないと思っていた僕だけど、新たな環境で新たな自分自身を発見したかのようだった。旅行に対しての考え方がすっかり変わってしまったよ。もちろん円安っていう事情はあるけれど、これだけ満足できて魅力のある旅行ならもっと高くてもいいかもしれないって思うよ。時間やお金をかけてまで出かける価値があると思う。他にも楽しい場所があるかもしれないと思うとワクワクするよ。またリアンと一緒に日本を旅行できたらいいな。赤字になるから日本に行かないでなんて言われても、そんなの知らないって思うよね。自分のお金なんだから好きなように使わせてよ。日本に観光客を奪われたせいっていうよりも、韓国の国民が選んでそうしているせいだよね。韓国の大統領だって日本大好き人間じゃないか。日本はまず接客のレベルが違うんだ。それに関わらず物価も韓国より安い。選ばれるのは当然だよ。韓国の料理は辛いか辛くないかくらいしか選択肢がないからすぐに飽きてしまうけど、日本の料理のバリエーションは幅広いしね。韓国のぼったくりをなんとかするだけでも変わってきそうなんだけどな。僕も先日日本旅行に行ってきたけど、何度も国内旅行するくらいなら日本に一度行った方がいいと言わざるを得ない。コミュニケーションが簡単に取れること以外に日本旅行を上回るメリットがあるとは思えないよ。皮肉だけど反日を繰り返しているにもかかわらず、これほど日本のことが大好きな国は他に存在しないって思うよ。赤字が拡大してしまっている韓国の観光ですが、今後黒字になる可能性はあるのでしょうか。日本人は韓国を訪れる外国人の3分の1を占めていますが、繰り返される反日外交の影響でその関係はいいものとは言えません。日本人と入れ替わりに中国人の観光客が増えているようですが、爆買いで潤っているのは大手免税店くらいで、観光赤字の解消にはあまり役立っていないようです。韓国の観光チームは今後の対策として日本の鉄道ファンに注目しているそうです。韓国には鉄道ファンが少ないですが、鉄道模型の多くが日本からの輸入品です。こうしたポイントをアピールすることはできないかと考えているようです。また渓流釣りも注目されています。日本の鮎釣りの現状はあまり釣れないこともあり、コスパが悪いとやめてしまう人が多いんです。しかし韓国は川魚を食べる習慣がないため、天然鮎の宝庫です。毎年1月にカンウォンドファチョンでヤマメ祭が開催されていますが、ヤマメ料理を楽しんでいるのは地元の関係者と日本人くらいなんだそうですよ。他にも
伝統家屋に宿泊するという貴重な体験ができる民泊も注目されています。世界遺産に指定されている朝鮮時代の遺跡や K-POP 以外のコンテンツにも韓国の魅力が再発見されるかもしれないですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんの意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタンシェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。ジャパンへようこそ。中国は人口約14億人で世界一、 GDP は世界第2位の経済大国です。 GDP は2010年に日本を抜いてからも成長を続けていて、現在の GDP は日本の3倍近くになっています。そんな現状をよく理解している2人の女子大学生が日本にやってきます。果たして日本はどう見られるのでしょうか。今日こそはできそうな気がする。か、め、は、め。う、またチュンリーにカメハメハの練習を見られたわ。リンシン、あなたまたカメハメハを打とうとしてたの？と、チュンリーは呆れ顔よ。チュンリーは夢がないわね。人間は想像したことをすべて現実にしてきたのよ。この世に不可能なことなんてないわ。経済で中国が発展したようにね。あなたがくだらない練習をしている間に飛行機が来たわよ。チュンリーはそう言って私を引きずる形で飛行機に乗る。はじめまして、リンシンです。私は中国の大学に通う女子大生よ。学部は経済学部で勉強しているの。隣に座っている親友のチュンリーも同じ学生よ。なんか強そうな名前でしょ。私は強い人が好きなの。っていうか憧れかな。今回は日本の経済状況を見学したいとチュンリーが言うので日本旅行に行くことにしたの。まあ私も行きたいところが一箇所だけあったから承諾したわ。中国の経済伸びてきたよね、なんて世界中の人が思っていた言い方をしてたのはもう昔の話。もともと人口が多く国土が広く資源が多いだけに伸び始めると早いの。ほんと私たちの国のたかだか3分の1の GDP の日本なんて遅れてる国に行って何の意味があるのかしら。まあ漫画とアニメに関しては一目置いているのは確かよ。でも日本に行っても孫悟空がいるわけじゃないしね。それに日本の給料は30年も変わってないらしいわ。成長が止まっているとしか思えない。高年齢化社会も続いていて人口も減っているし、そんな国に未来はあるのかしら。そんなことを考えていたら日本に着いたわ。私とチュンリーは喉が渇いたので早速空港のコンビニに寄った。するとお客さんの一人が郵便物を渡している。日本のコンビニは郵便もしてくれるの？とチュンリーが言った。私は店内の案内をよく見てみた。すると郵便もだが公共料金の支払いもライブなどのチケットも買えるとあった。まあまあね。私は少しは感心したが、支払いは引き落としだし、ライブのチケットもネットで買うから、そんな驚くことではない。しかし中国では、公共料金の支払いに今でも長蛇の列を見かける。コンビニで支払いができれば、その問題は解決できるな、と私は思ったわ。私たちはお茶を2つ買って店を出ようとしたら、ありがとうございました。そういった女性店員が深々と頭を下げたの、中国では考えられなかった。これが日本のおもてなしか。とチュンリーは言った。私たちは日本に到着早々度肝を抜かれた。
日本のマーケットを象徴するコンビニ。後から調べたが、日本のコンビニは1日に3回も商品入れ替えをしているそうだ。そんな店舗は世界中どこを探してもそうないでしょう。日本の流通は飛び抜けていた。血流のごとき複雑な計算がされている。ホテルに着いた私たちだけど、すぐにチュンリーが出かけるわよって言ってきたわ。いい夜景が船から見られるということで、私はしぶしぶ承諾した。ある港に着き、船が出発すると、すぐにその壮大な光景が目に入ってきたわ。これ何？と私が聞くと、工場地帯よ、とチュンリー。え、これが？と思った。煙突から煙が出ていない。全く出ていないわけではないが、中国の工場と比べてその差は凄まじかった。今の中国には大気汚染、水質汚濁、土壌汚染のような従来型の公害問題から、ダイオキシン、環境ホルモンなどの化学物質による新しいタイプの環境問題、さらには砂漠化や黄砂問題のような地域的な問題、CO2 の排出、地球温暖化への対応というように、ありとあらゆる環境問題が揃っている。おかげで中国は環境問題のデパートという人もいる。中国は経済発展だけを目指し続けた結果が今の現状なのかもしれない。とても大事なものを置き去りにしているのではないか。私はそんな思いがよぎっていた。チュンリーも工場の夜景がこれほど美しいとは思っていなかったようだ。とても驚いていた。それに工場を照らす照明が影響しているのかもしれないけど、工場全体がプラチナ色に輝いている。美しい。私は見とれてしまっていた。ほんと北京の工場地帯とは天と地ほどの差があったわ。私はコンビニの流通技術に続いて度肝を抜かれた。ふと周りを見渡してみると、どこもかしこもカップルだらけだった。今度来るときは素敵な彼氏と来ようと誓いを立てて工場を後にしたわ。私とチュンリーは今日一日だけで日本のことを大きく誤解していたことを反省した。やっぱり来てみないとその国の本質ってわからないものだ。次の日は私の案内で秋葉原に出かけた。日本で唯一行きたいと思っていたところよ。目的地に到着すると、多くのアニメのフィギュアがすぐに目に飛び込んできた。やっぱりか、リンシン。日本の伝統工芸とか言うからおかしいと思っていたけど。とチュンリーが言う。アニメと漫画が大好きな私、チュンリーは大体予想していたらしかったわ。私ははしゃいだが、そんな私よりも前に出たチュンリーは鬼滅の刃のブースにかじりついていたの。この刀よりも刀らしい刀は何？チュンリーは興奮のあまり早口言葉みたいに独り言を言っている。日本人の職人魂が光る日本のフィギュア。私たちは初めて日本のアニメを見た時よりも興奮していた。そしてさらに奥に進むと、とんでもないものが目に入ってきたの。憧れの孫悟空様がカメハメハを放っているフィギュアよ。そのリアルさと躍動感、日本の技術は本当に素晴らしい。正面から見たら本当に私に向けて撃っているようで、思わず私はそのカメハメハをかわしていた。避けなきゃやられる、そんな衝動に駆られたからだ。その後横に並んで孫悟空と一緒にカメハメハを撃つ真似をしていると、チュンリーが言ってきた。誰かさんは酔っ払って口から汚物を吐くことしかできないでしょ。と私はそれを聞いて静かに下を向き、クリリンのことかと小さくつぶやいたが、スーパーサイヤ人に変身することはなかった。だから私はそんなチュンリーを無視して日本の技術力に見とれてしまっていたの。せっかくだから私はその孫悟空のフィギュアを購入することにした。値段を見てカメハメハではなく目が飛び出てしまったが、
少しでも日本の技術に触れていたい気持ちが勝ち、貯金をはたいたわ。チュンリーも負けずに鬼滅の刃の主人公かまど炭治郎を買っていた。フィギュアは日本の技術力の結晶だ。お金の問題ではないのだ。日本には見習うべきところが多くあることが分かった私たち、中国に帰って早速周りの人たちに伝えた。それを聞いた経済学部の人たちはショックを隠せない様子だった。もう10年前に追い抜いたと思っていた日本の状況に。経済発展とは資本蓄積や技術力の進歩に伴って未発達で低所得の国家経済が近代的な産業経済に生まれ変わるプロセスのことである。中国では日本よりも相当な格差がまだある。ひどいところだと1日100円前後で生活している家庭もあるのだ。そこに目をつぶって経済力だけを上げてきた我が国は、一度立ち止まって考える時期に来ていると私たちは議論を交わした。そんな思いを胸に私は今日もカメハメハの練習に励む日々を送っている。信じる者は救われるだよ。夢を叶えてね、リンシン。工場が夜景ツアーとして成立するとは見ないと信じられないな。中国は経済優先の政策を続けているが、一度立ち止まって考える時が来ているのかもね。日本のコンビニは流通技術が詰まっている。さらにおもてなしの心も味わえるなんてオアシスみたいだ。日本の経済に関しては暗い見通しを持っている人が多数いるのは確かですが、日本には世界に誇れるところがたくさんあります。誇れる部分を伸ばしていくことで日本の経済状況も再び伸びていくのではないでしょうか。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタンシェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。俺たちのジャパンへようこそ。それぞれの国で使用する言語が違うように、商品を購入する際の通貨にもいろいろな種類がありますね。日本では円、アメリカではドル、中国では元、イギリスではポンドなど、他にもいくつかの通貨が存在しています。ではその中で世界三大通貨と呼ばれるのはどれかをご存知ですか？正解はアメリカのドル、ヨーロッパ連合加盟国のユーロ、そして日本の円です。この結果が意外だった人もそうでない人もいるかと思いますが、今回のエピソードではこれに納得のいかない韓国人女性が登場します。愛国心から韓国のウォンを三大通貨だと信じて疑わない彼女ですが、日本と韓国の通貨事情を知り、その思いはどのように変わるのでしょうか。ぜひ最後まで見て確かめてみてくださいね。私は韓国人で、名前はミンソ。幼い頃から歌やダンスが大好きで、スクールにも通っていたの。社会人になった今では、子供たちにダンスを教えるインストラクターを仕事にしているくらいよ。そんな風に、昔から韓国カルチャーが大好きな私。近年の K-POP ブームは、心から嬉しいと感じているの。韓国では本来ダンスを本業としていないアイドルもダンサー顔負けのトレーニングを積み、素晴らしいパフォーマンスをしてきたわ。クオリティで言えばどの国のアーティストより素晴らしいのに、ずっと注目されていないのが不満で仕方がなかった。だけど近年、韓国カルチャーの素晴らしさが世界中に広まってきて、私からすればやっとかって感じだけど、やっぱり嬉しいわね。でも韓国が世界に与える影響はこれだけでは済まないと思うの。
K-POP に限らず、食べ物でもファッションでも機械技術に関しても韓国はものすごい速さで革新を遂げている。現に一昔前まではなかった海外受注を受け負っている分野も多いみたいで、いかに韓国が世界から必要とされているのかがわかるわよね。私はそんな韓国に生まれて心から誇りに思うの。今や便利な世の中になってほとんど何不自由なく快適に暮らせているけど、満足して進化を止めてしまっては絶対にダメ。どれだけ素晴らしい国になったとしても、ずっとずっと上を見続けていく人たちこそが本当の意味で世界一の国になれるはずだから、私はこの韓国がそれにふさわしい国だと信じて疑わない。向上心の高いこの国が大好きよ。でもそれに比べて現状維持ばかり考えて進化をしない国を私は知っているわ。それは隣にある日本。日本もとてもいい国だと思うわ。アジアの中では一番の先進国と言われているし、犯罪率も低く安心して暮らせるというのは世界的に有名な話。安全がなければ人々は生きていくことができないから、それはとても重要なことよね。でも日本は大切なことを忘れている。今現在海外から高い評価を得て満足できる暮らしをしているからって、さらに発展しようという気がないのよ。日本は第二次世界大戦に敗戦し、戦勝国と比べて経済成長に遅れを取ったわ。だけどアメリカなどの支援もあって、アジア有数の国家へと成長した。ここまで数十年足らずでそこまでのし上がったのは本当にすごいことだと思うけど、日本は急激な経済成長を遂げた後、1990年代後半から経済成長が止まったっていうじゃない。韓国をはじめとするほとんどの国が成長を続けている中でよ、日本なら技術もお金もあるし、やろうと思えば成長を続けることもできたはず。それなのに止まったままということは、成長しようという気がない以外に考えられないわ。だから私はこう思うの。成長を止めたものは滅びる一方だってね。残念だけど日本はこれに気がつかないといつか終わってしまうと思う。まあ私は日本に知り合いもいないし、知ったこっちゃないんだけど、日本じゃなく韓国に生まれて本当によかったわ。なんて思っていたある日、その考えを覆される出来事が起こったの。それは私が仕事帰りに行きつけのバーに寄った時のこと。そこは韓国人だけではなく、様々な国の人が訪れて国際交流を楽しめるような場所。初めましての人もいれば、もう飲み友達になった外国人もたくさんいるわ。そこでダニエルという同い年のアメリカ人と、彼の妹だというマリアという女の子と飲むことになった。二人は数週間滞在して韓国文化を学んだり観光をしたりしているみたいなんだけど、この日会うのは2回目。1週間前に初めて会った時から話が弾んで楽しかったから、姿を見かけてすぐに声をかけたの。二人は同世代なのにいろいろな知識を持っていて、話しているとためになるような人たちだったからね。せっかく仲良くなるなら、お互いを高め合える関係でありたいと思う私にとってぴったりの出会いだったわ。だからその日も少しふざけた話から恋愛トーク、半分くらいは真面目な話なんかもして楽しい時間を過ごしたの。でもそんな時、ダニエルはこんなことを尋ねてきた。なあミソ、君は世界三大通貨って知っているか？真面目な話も語り合える私たちだから、こういう経済的な話題が出てきても驚きはしなかったわ。だけど正直それについては考えたことがなかったから、すぐに答えが出なかった。え？何かしら？アメリカのドルは確実でしょ？あとは加盟国が多いから、ユーロもそうかしら。私が考えながら答えると、マリアが、正解！さすがミンソね！と言ったので、少し気分が良かった。でも、もう一つがなかなか簡単には出てこない。この二つほど有名で、世界に影響力を与える国があるかしら。そこまで考えたところで、私ははっと気がついた。そうだ、ここは韓国よ。私は韓国人だし、目の前にいる二人は
韓国が好きでここに来ている。そしてわざわざこの話題を出すってことは、韓国のウォンが3つ目の三大通貨なんじゃない？韓国なら近年目覚ましい成長を遂げているし、ここに並ぶ通貨として申し分ないわ。そう確信した私は自信を持ってこう言った。韓国のウォンね、ウォンが最後の世界三大通貨よ。すると二人は眉を少し下げて笑い、君は本当に自国が大好きなんだね、と言った。私は二人の言葉の意図が汲めず、ええ、もちろんよ、と答えたんだけど、その後のダニエルの言葉で完全に頭が真っ白になった。残念だけど不正解だよ。正解は日本の円。お隣さんだから惜しかったね。アジアってところは当てられているから、やっぱりミンソはすごいわよ。そんな風にダニエルもマリアもフォローしてくれたものの、私にはそんな言葉も響かなかった。もちろんクイズを外したことがショックなんじゃない。世界三大通貨に日本が入っていて韓国が入っていないなんて納得できるわけがなかったから。そんな私の様子がおかしいことに気がついたのか、マリアが恐る恐る訪ねてきた。どうしたの？大丈夫？それから私はもう我慢できなくて、お酒の勢いもあったのか、思ったことをオブラートに包まずぶちまけたの。ちょっとさすがに日本が三大通貨だなんて信じられないんだけど、それってちゃんと根拠があるの？日本は経済成長は20年以上止まっているし、少子高齢社会で国の安定なんて保証できないはずよ。現状維持に甘んじて成長しない国なんて滅びたと言っても過言じゃない。それなら韓国の方がずっと成長を続けているし、ずっと有望な国だと思うわ。ダニエルもマリアもすごく驚いた顔をしていたんだけど、すぐにこう言ってくれた。ミンソ、やっぱり君はいろいろなことを知っているんだね。海外の経済成長や人口事情まで把握してるなんてさすがだよ。まあね、褒められて悪い気はしないけど、さすがにそれじゃ収まらない。するとダニエルは優しい語り口調で世界三大通貨の根拠について教えてくれた。まず世界中にいくつもある通貨の中で主要通貨として信頼できる通貨は専門機関で定められているんだ。その中にはもちろん韓国ウォンも入っているよ。そしてさらにその中で特に信用できる通貨が世界三大通貨と呼ばれている。これはアメリカの投資銀行のエコノミストらが報告しているくらいだから、信憑性のある情報と思ってもらって構わない。日本は世界三大通貨の中でも特に信用できると言われているんだ。それは分かったわ。あなたの言うことを疑うつもりもない。でもそれが本当だというのなら、私が納得できるような根拠を教えてくれない？そう。たとえ信用できる機関から発表されたと聞いても、具体的な理由を聞かせてもらえなければ納得できるわけがないもの。するとダニエルは、それにも丁寧に答えてくれたの。信用できる通貨というのには、いくつか条件がある。まず一つは、テロやクーデターなどの内戦、海外との戦争などで、経済状況が揺らぐ危険性がないかどうかだ。これに関しては、アメリカでは少し信頼性に欠けてしまう。それはそうね。世界最大の力を持つ国と言われるアメリカは、必要があれば戦争に加わらなければならない場面も多いのはわかる。現に私が生まれてからも、何度かそういうニュースは見てきたし。でもユーロは20近くの国が加盟しているし、小さな島国である日本よりずっと影響力も信頼性もあると思うけど。私はそう尋ねた。それは僕も思ったんだ。でも20近くの国とは言っても、その全てが経済的に安心できる自立した国家ではない。それにヨーロッパ連合は情勢次第で脱退したりする国もあるから、安定という面ではいまいち信頼できない部分が大きいそうだよ。確かに少し前にイギリスが脱退するなんてニュースも見た気がする。これにも反論することはできなかった。じゃあ最後に日本だ。
日本は君も理解していると思うけど、戦争を放棄すると宣言している国だ。現に終戦後一度も戦争にはなっていないし、国内のクーデターやテロもほとんどないと言っていい。そして何より大きいのは、国外に進出している日本企業の数が世界トップクラスということだ。海外に資産があれば、万が一国に何かがあっても対応できるし、そういう危機管理の面でも日本は優れていると評価されているんだよ。ダニエルの言葉に言い返すことができなかった。でも私が振り絞った言葉は、じゃあ韓国は？確かに現状では日本の方が信用できるのかもしれないけど、韓国だって将来的に見れば日本以上に信頼できる国だと思うけど、日本が評価される理由は分かったけれど、韓国が入っていない理由は未だに納得できなかったから。するとダニエルは、確かに今話したのは現在のことだ。将来韓国と日本の立場が入れ替わることだってないとは言えないんじゃないかな、と言ったので、やっぱりそうだと思ったんだけど、その後に付け加えられた言葉で私は負けを認めざるを得なくなってしまった。確かに韓国はあらゆる分野で成長を遂げているし、素晴らしいと思う。だけど表面だけではなく詳しいところを見てみると、まだまだ自立した国家とは言えないんだよ。経済危機ではアメリカにかなり大きな融資をしてもらっているし、現在もアメリカに頼らなければならない状況だ。それから海外との金銭取引に関しても、ウォンが使用される割合は円を含めた他の通貨と比べてもまだまだ少ないんだよ。信頼できないとまではいかないけど、正直危ういと考えられているのは事実だと思う。もちろん韓国がこのまま成長を続けて状況を変えることも不可能じゃないとは思うけど、今の状況で世界三大通貨に入るのはかなり厳しいよ。もう完全に言い返す言葉がなくなり、気まずそうな顔でこちらを見ているマリアに気づき、少し恥ずかしくなった私。ずっと滅んだも同然だと思っていた日本に負けたと言われて、つい熱くなりすぎてしまったかもしれない。楽しかったお酒の席を気まずい空気にしてしまって申し訳なかった、そう思った時。でも韓国の人はそうやって自分の意思を持って納得いくまで話し合おうとする姿勢が素晴らしいと思うんだ。ためになる時間を過ごせた気がするから、そんな顔しないでよ。ダニエルの言葉にすごく心が救われた。ボーイフレンドがいなかったら好きになっちゃっていたかもしれないわ、なんてね。それから世界三大通貨に関する話はしなかった。だって日本に負けただなんてやっぱり悔しいもの。でも真実の状況を知ることができたのはきっと自分のためになったと思う。今の状況を知らないと本当の意味で勝つことなんてできないものね。いつかこの韓国が世界三大通貨と呼ばれる日が来るように、私はこの国で精一杯生き続けるわ。世界三大通貨がウォンだとはとてもじゃないけど思えないな。韓国人は本当に愛国心が強すぎて周りが見えていないんだね。ダニエル君すごく優しくてびっくりした。私ならこんな自信過剰な反論されたら大喧嘩になっている気がする。韓国人はすぐ日本を滅んだ扱いをするよな。そうでも思わないと日本より勝れないと思っている現れなんじゃないの。日本の円が世界三大通貨だということを知っていた人はどれくらいいるでしょうか。円は基本的に日本でしか使用できないので、少し意外な結果と言えるかもしれません。今後も信用できる国であり続けられるよう、一人一人が平和と安全を意識した行動をしていけるといいですね。皆さんは世界三大通貨やその他の通貨についてどのように感じていますか？ぜひコメント欄で聞かせてくださいね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは
次回の動画をお待ちください。